それでは帝国となりましたのでメイヤーズ連合正式名称令和林町市区町村長連合発足の記者会見を開催いたしますまず初めに本日の出席者をご紹介させていただきますメイヤーズ連合の代表である福岡市の高島総一郎市長よろしくお願いします世話人である筑波市の茨城達夫市長お願いします

令和林庁運営幹事、元全国知事会長、京都産業大学教授の山田啓司様になります。よろしくお願いします。それでは、メイヤーズ連合の代表である福岡市の高島市長から。ご挨拶、及びメイヤーズ連合の概要について、ご説明申し上げます。 き、はいえー、今日は関係、報道機関の皆様方におかれましては、大変お忙しい中に、われわれ、令和林調の市区町村長連合、えー、これは、略してメイヤーズ連合と言いますけれども、のお発足の会見にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。えー、私があの代表を務めさせていただきます。それで、このおメイヤーズ連合のですね概要についてなんですが、これはあの資料に沿ってご説明をさせていただきたいと思います。えーと まず資料4の方をご覧いただきたいんですが、まあ、目的ですね、私も座って、もうこの後お話をさせていただきたいんですが、まずその令和臨庁というもの、これはですね、先送りをされてきたその日本の構造改革課題に取り組むために、経済界、労働界、そして学識者で構成をされた有志の組織でございます。で、今日発足したメイヤーズ連合というのは、これは、あ 全国の21の市区町長が参加を現在しておりまして、今日はですね、つくば市の井川市市長、そして津南町の桑原町長、そして熊本市の大西市長、そして岐阜市の柴田市長、そして渋谷区の長谷部区長とともに今日はあの一緒に会見を行うということになりました。ただ全体としては21人現在いるということになります。で、えっ、ー、と我々基礎自治体というのは市民に一番近い えー、そういう政府でございまして、あの日頃から生活に密着をしながら感じるいろいろなこう不具合、こういったものをです、ねえー、例えば、えー、政府とか各省庁に対して直接的に、まあ、もしくは全国組織であるう市長会だとか、まあ、こういったところを通した要望活動で、えー、こうした市民生活、市民があの、まあ、身近な生活に起こってくる、いろいろな こと、まあ、陳情を要望しているわけですけれどもただ一方で例えばコロナ禍で露呈をした国の統治機構の課題それがそれから災害が激甚化をしていくという中で国土の在り方それから働き方とか生き方っていうものがもう大きく 当時と変わってきている中において要するにモデル世帯とするような世帯の状況も大きく変わってきているんですがそんな中でも例えば社会保障だとかさまざまな制度があ前提がアップデートされていない大きな課題は結論が出ぬままに先力を利をされていると、まあ、こういう課題も非常にまあ山積されているということにも課題感を持っていますでこうした諸課題をですね今回令和林長と一緒になって、えー、国民運動として 世論を盛り上げていきながら議論を活性化をしていきたいと思っていますし、また、我々自身で、もしくは民間と一緒になってもですね、えー、続々、その現場を変えていく取り組みを具体的にできればというふうにも思っております。次に、えー、構成なんですけれども、資料5の参加者名簿のとおりでございます。えー、5の体制についても記載のとおりですが、副代表の鈴鹿市の末松市長は、 今日は公務のために、今日は欠席ということになっております。えー、っと2ページの6活動のですね活動テーマでありますけれども、まず最初の人口減少化における国土の在り方については、これは社会の担い手が不足をしていく中で、DX というのも不可欠でございますし、できるところはデジタルに任せつつ、また生産性を向上させていくと。で併せて人のぬくもりが必要なところに そう,そういったところでこうデジタルで浮いた人的リソースを振り向けていくということも大事だろうし、また、温暖化の影響で雨の降り方、台風のルートが変わってくるとか、まあ、こういうようなこともあって、災害が激甚化、頻発化をする昨今ですね、例えば市街化調整区域の在り方を含めて、国土の在り方についての議論が必要だと感じております。また、2つ目の子ども一人一人が自分らしく学べる環境づくり、これはですね、この明和連合の立ち上げに向けて、 2月2日にメンバーで意見交換を行った際にですね、えー、今日もあのいらっしゃいます、筑波市の五十嵐市長から、不登校児童への対応についてのお話をいただきました。不登校児の57%が発達障害や ADHD で、そのうち87%が不登校に至って、初めてその発達障害と診断をされたというようなお話も伺いました。きめ細やかなケアによって 次世代を担う子どもの学びの場を失わせないことが大切だと考えていて、まあ、こうしたこともですね、現在の前提からやはり変えてアップデートをしていく必要があるんじゃないかと考えています。3番目のダイバーシティ、まあ、特に女性の政治参加ですとか、女性活躍に関することについて、まあ、多様性、特に男女のダイバーシティを担保していくためにはですね、女性の政治参加比率を高めること、これはもう非常に重要なことでございます。全国 1700以上の市区町村でですね、女性の首長は43の市区町村、わずか2.3%しかいないという現状がございます。経済、それから政治分野におけるロールモデルが全国的に生まれるようなムーブメントづくりが重要だというふうに考えております。4つ目の子ども・子育てに関することについてなんですが、まあ、子ども家庭庁の発足をはじめとして、少子化対策は国も地方も今もちろん力を入れておりまして、 子育て世帯への負担の軽減、それから自治体独自の無償化等々、まあ、こういったさまざまな支援策が講じられているわけですが、しかしながら、それだけではもちろん十分とは言えずに、給与のアップですとか、ゆとりのある働き方、それから子育て世帯を社会全体で見守る仕組み作り、まあ、こうした社会が変わらないとなかなか子どもを望む人が安心して、出産、子育てできる環境は作れないと考えております。 でこうした4つのテーマ以外にもですね、えー、メイヤーズ連合のメンバーと話し合いながら、えー、テーマ設定をし、そして、えー、臨床のメンバーの皆さんとも意見交換をして、えー、具体的なアクションにつなげていければというふうに考えております。私からは、えー、このメイヤズ連合の概要についてのお話しさせていただきました。以上です。ありがとうございました。それでは本日ご出席いただいておりますメイヤーの皆様方より、お一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。 まず世話人であります津南町の桑原町長からよろしくお願いいたしますえ世話人を務めます新潟県津南町町長桑原遥でございます私は令和林町本体の第三部会国土構想のメンバーも務めさせていただいておりますこの度情報発信力のある市区町村長の皆様方と日本の地方の現場 地べたからの活動を大きくしてまいりたいと思っております。特に女性の視点、これが手薄になっていたことが、今日の少子化につながっております。え今日、出席できませんでしたけれども、副代表の三重県鈴鹿市、末松典子市長、またメンバーの福井県大野市、え石山志保市長、青森県外ヶ浜町、 山崎由衣子町長と私が女性ではメンバーに入っておりますいずれの方も変革の時代において政策を担い奮闘しております経済や政治分野において女性活躍の身近なロールモデルが全国に増えこの意味で日本の更新性を打破するために機運づくりなどの活動を行ってまいりたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします ありがとうございました同じく世話人でありますつくば市の井原市市長よりお一言よろしくお願いいたしますはい、同じく世話人の井原市ですつくば市で市長しております、えー、先ほど高島市長からお話を終わりましたが、えー、まあ、もちろん様々なプロジェクトをこの令和林町で行っていくことになると思いますが明安連合であの私はまあ、特に、えー、提案させていただいているのは不登校の支援の問題でして まあ最近の数字では24万人というような数字が出ていますが全国的な課題となっているにもかかわらず残念ながらまだ国の制度としてきちんとした枠組みができていないとあのぽっかりと制度として穴が開いてしまっている分野だと思っています現在は基礎自治体でさまざまな取り組みが行われているところですけれどもやはり個別の自治体でやりきるには限界がある。 ようなものが皆さんとの連携によってですねやはり国の制度としてどう作っていくかというのをただ要望をするだけではなくて自治体として制度構築を現場でさまざま試行錯誤しながらまそれをどう国県市といった形の枠組みに作っていくかというようなことをですね皆さんとさまざまなお話をしていければと思っていますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました それでは熊本市の大西市長よりお一言よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、熊本市長の大西和美でございます、えー、今回このメイズ連合の方にですね私も参画をさせていただきますけれども、えー、本当にあの 熊本はあの皆さんご承知のとおり熊本地震からちょうど間もなく7年が経過をしようとしておりますけれどもやはりこの災害という大きな困難に突き当たった時にですねその時にいろいろと見えてきた社会課題地域をどうしていくのかそして今のこの国のこの災害法制も含めた仕組みの中でですねかなりいろんな面でですねスムースにいかない部分が कार そしてコロナ禍の中においても我々経験したことはやはり住民の皆さんを一人でも多く早くこの暮らしをです、ね、守っていくためにどのようなやり方があるのかという中ではやっぱり国のいろいろな制度やです、ねまあ、これは国の制度だけでなくです、ね、やっぱり社会の皆さんとの連携というのをどういうふうに深めていくのかという意味では、まあ、相当な課題を突きつけられたなというふうに思っています。まあ、そうした中で 今回、この令和連長のさまざまなこの活動テーマというのは、これはこの国のですねやっぱりありようを、やっぱり未来に向けて希望あるものにしていこうというですね大きな一歩であるというふうに思っています、まあ、そういう意味では、ここにお集まりのですね基礎自治体のまさに町の皆さんは、日々、住民の皆さんと向き合っています。 津南町の桑原町長さんは、人ぐらいですかね人口8600人ぐらいの町でですね本当に日々向き合っておられるし、代表の高島市長のところは今、日本で一番人口が伸びている政令指定都市ということ、160万以上の住民の皆さんと向き合っておられます。ただその 自治体の規模は別にしてもやはりこの地域における課題というのは住民の皆さんが持っておられる課題というのは相当に共通をしています子育ての支援にしてもそうですけれどもやはりこの国や自治体は我々のことを本当に助けてくれるんだろうかそういう不安感が非常に渦巻いているそういう中ではこの令和臨調でのさまざまな議論を通してですねきちっとした提言をこの現場の感覚をです、ね ですね。しっかり皆さんに持っていただくことがですね、このメイヤーズ連合の非常に大きな役割ではないかなというふうに思いますので、そうしたことを通してこの国のありようをですねアップデートしていきたい、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは岐阜市の柴橋市長よりお一言よろしくお願いいたします。えー、この度メイヤーズ連合に参加をいたしました岐阜市長の柴橋と申します。 まあ私もあの今、市長としてちょうど6年目を迎えたところですがまあ我々がこの日頃、住民の皆さんと直接向き合っている中で感じている課題というのはこの基礎自治体が取り組むべきこともあればやはりそのナショナルミニマムとして国全体でしっかりと制度設計をやってえ住民の皆さんの幸せを実現していくと課題を解決するとまあそういったことをまあ私たちはこの地方でそれぞれえその問題を感じ まあ市長会などいろんな機会に発信をするわけですけれども、この令和連長の皆さんとメイール前後がしっかりタッグを組んで国に対して政策的な提言もしっかりやっていきたいとまあいうふうにあの思っております。え例えばあの先ほどあの伊ガラ市長さんも触れていただきましたが不登校の問題一つをとってもですねもはやそのどの 市長の皆さん町長の皆さんと話をしても日本中でコロナ禍で不登校の児童生徒は増えてるってことは明らかになっているわけですですからこういうことをそれぞれの自治体が、えー、それぞれに取り組むことももちろんですけれども国を挙げてナショナルミニマムでやっぱり取り組んでいくべき課題でありますし今そのことから引きこもりという問題につながりさらには8050問題というこの超高齢社会とこうした社会の中から 孤独孤立になっている方々の課題っていうのは顕在化しているわけでありますのでこういったことも踏まえて基礎自治体でいろいろと感じている知恵をぜひ発信をしていきたいというふうに思っておりますよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは渋谷区の長谷部区長よりお一言よろしくお願いいたします、はい、えご紹介いただきました渋谷区長の長谷部です この度はこのメイヤーズ連合に加えていただきというかですねお誘いいただいて大変興味を持ち参加をしました。 あのまあ渋谷区っていう自治体は皆様と比べると人数は少ないまあ20万だから多い場合もあるんですが面積は15平方キロメートルという非常に小さな都心の自治体ですただまあ今 DX が進んできてこう住民サービスをみんなする中で,ですね共通の課題っていうのはやっぱたくさん出てきてると思いますしまあ例えばそれをまあ国にもそうですけども横でつながって。 まあコストを下げるようなことで解決していくとかいろんなやり方があるんじゃないかなというふうに思いました。で特にこのメイヤーズ連合の皆さんあのどの組、えー、長さんも個性的で何、えー、て言うんだろう新しいことにチャレンジすることを厭わずですねあのまち、あ、づくりの中で常に未来の視点を持ちながら やられてる方々かなと思いました。なので、まあ自分の町の渋谷区の町づくりにもですね、いい影響をいただけるんじゃないかなとか、また微力ながら少しでもま渋谷区がのやってる活動がですね、この明和連合の中でお役に立ったらななんてことも思っています。まあこれからのスタートですので、これからあのそういった気概であの頑張っていけたらなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 それでは顧問である令和林庁運営幹事の山田様からご挨拶をお願いいたしますメイヤーズ連合本日21名で立ち上がることができました改めまして取りまとめに動いていただきました高島代表そして末松副代表さらに世話人の皆様教員の皆様にも心から感謝を申し上げたいなと いうふうふに思っております令和臨調がこれから提言活動を行っていく上でまさに課題をより地に足のついた形で具体的かつ現場感覚を持ってしっかりと作り上げていくためにはやはり首長さんの参加そして首長さんとのやっぱり議論というのは私は絶対必要だというふうに思っておりました。 それだけに今回、えー、こうして無事立ち上げをすることができて、えー、嬉しく思っております。ここであの非常にあの難しいのは、ですね、知事連合の方は、これはあの若手の知事さんを中心に、約知事さんの半分23名が加盟をする形で発足をいたしました。それに対して、市区町村長さんはこ1800人ぐらいいらっしゃるわけでありますので、 大変その点ではあのどういう方が集まっていただけるかというのは心配しておりましたけれどもこうして政令指定都市中核市からあまた小規模市町村まで、えー、そして、えー、都会からあ、まあ、今日は渋谷の長谷部区長さんも来られておりますけれども、えー、そしてさらには今も3メーターの積雪がある桑原町長さんまで。 男性も女性も非常にバラエティのあるこうした皆さんに集まっていただけたことはこれは私は非常にいい一歩を切れたのではないかなというふうに思っておりますこの今後メンバーを中心に私はあの顧問という立場でございますけれども元首長でございますのでこのメイヤーズ連合と令和臨庁をつなぐ役割 いかにスムーズに議論をしっかりと組み立てて、かみ合って、そして提言自身が充実したものになるように努力をしていきたいというふうに思っております。まあ、運営幹事という役割、えー、第三部会国土構想の共同座長という役割でありますけれども、多分メイヤーズ連合の皆さんの関心は、国土構想だけではなくて、統治構造やまた財政問題まで幅広く及んでくると思いますので、 そうした全体のですね、つなぎを行うことによって、えー、令和臨庁の活動が充実したものになるように、私自身も全力を挙げてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではこれよりご質問などがございましたらお受けしたいと思います。挙手の上、ご所属とお名前を伝えていただき、誰に対するご質問なのかを明確にした上でご発言をお願いいたします。 それではご質問がある方は、よろしくお願いいたしましすみません、そちら男性はい、事実上の佐々木と申しますあの、代表にお伺いしたいんですが、あのまず最初に、この連合の進め方なんですけれどもあの、ちょっとお話もあったかと思うんですけれども、分科会方式で議論をして、最後こうあの、報告書みたいな形でまとめるか、どんなイメージをしたらいいか教えてください。はいわかりました ここについては今、えっと我々として問題意識です、ね、を持っているテーマを4つ挙げさせていただいたというふうに思います、でまあ、あのこれ以外にもこれからあの内容出てくるかもしれませんが、ま、えっと、もなくしますと、令和員調本体の方でも、また中間取りまとめのような形で、えー、課題意識というものが出てくると、でこうしたあのものが出てきた中でですね、 あの我々我々の中でも、まあ、話を進めてあの詰めていきますしまたそこで出た令和臨長とのお、まあ、意識というもののすり合わせというのを今後おやっていくということになりますそれが4月の中旬頃にこうしたことをやっていきたいと。 思っていますで、えー、とそれぞれ我々の中だけでいくと、メイヤーズ連合の中でテーマが例えば4つなら4つ設定されると、そこでえそれぞれまあリーダーが決まっていきながら、内容についてどういった提言を我々としてやっていくか、もしくは行動していくかということを取りまとめをしていくということになりますおっしゃった行動というのは、当然ながらこう政府に働きかけて、国家の政策として実現させていくという理解でよろしいですか。そうですねあの結局 うー我々が普段自治を市民に一番近いところで自治を行っていく上でいろいろとこう不具合が起きたりだとかもしくは制度的なあ補完すべき内容としてですね政府に陳情すべきこともろもろていうことは基本的には、えー、例えば市長会とか町村会の中の全国組織を通して挙げていくっていうやり方があるんですね。 でもやはりそこだけではなかなか変わらないものもあって国会議員だけに任せていても変わらない法律だったりとかあのなかなか霞が関もあの地方の現状を知らなかったりっていうようなことがあってなかなかアップデートされなくて残っている、えー、比較的やっぱり大きな課題感というものがあってでやっぱりそれって例えばその国会議員にしてもやはり選挙を控えている人たちにとってはですね あの総論は賛成でも、各論に具体的にやっぱり入りにくいとか、国会の中心的な議論になりにくいことも多いと思います、で今回の臨調っていうのは、そうしたその首長、政治家だけではなくって、学識とか経済界とか労働界の皆さんも入っている組織ですので、こうした皆さんとも、われわれ首長だけではなくって、その課題認識っていうものを一致させた上でですね、 でこれを一つの国民運動として大きく盛り上げていきながらその、まあ、今のお話で仮にその国に対して政府に対してあの要望活動をしていくにしてもそうしたことをしっかりこう叶えていくだけの国民意識を喚起していく議論を喚起していくという,ようなこともむしろやっていくのがあの普通の,その市長会で挙げていくのとは違うこの場の意義の一つかなというふうにも思っていますので、まあ、あらゆる方向であのアクションは起こしていきたいと思っています。 メイヤーズ連合というかお名前なんですけどもごめんなさいあの、市区町村長連合と言われてもあの割とあのなんとなくすぐイメージつくかなと思うんですがあえてこの名前された狙いみたいなのがあれば教えてください。今ですね、あの一発で噛まずに言えたと思うんですが普通の人噛むんですよね市区村、市区町村長連合って結構言いにくいのでそれで何か名前ないかなというときにあのメイヤーだったら。 あの市長もメイヤーだし、あのタウンメイヤーで町長だしあの、みんなにとってメイヤーだったらあの共通するんで、それでメイヤーにしたっていう、ただあの呼びやすいので、略称でメイヤーにしたということになりますどう他にございますでしょうか、2列目の男性の方。 共同通信の水とと申しまますす本日はありがとうございます私も2点お伺いしたいんですけれども、まず1点、あのメンバー21人、今回、あの立ち上げとして入られましたけれども、これはすみません、どのような形で集まったのかというのと、あと、あの今後、例えば他の首長さんですとかに呼びかけていくのか、あるのかというのを教えてください、お願いします。はいいありがととうございますえっと、もちろんお 全国たくさんの,あのいろんな活動をされている方がいらっしゃるわけですけれども、まあ、こうした議論をしていくにあたってです、ね、あまり組織が大きくなりすぎても、これは合意形成だとか、機敏な、まあ、機動的な行動っていうのがなかなかできにくいというようなことから、ある程度のメン,メンバーはあの絞って、あまり多い、例えば100人とか200人とかにはならないように、えー、ということで、今、20人ちょっと、21人でのスタートになっています。 でこれはあの今、現在、さまざまな形でえ活動を積極的に行っている、そうした首長さんにお声がけをさせていただいたということになります。で、私ですとか、それから山田さんとお話をしながら、中心メンバーが声がけをするというような形で、このメンバーが集まったということになります。で当面はえこののメンバーでで活動をしていきますで一方でもちろんあの意欲の あるような方の今後お声があったらですね。そういうのが集まった時点で、また適切に対応していきたいと思っています。ありがとうございます。もう一点あの関連なんですけど、あの先ほども少し出ましたけれども、あの昨年の11月にあの知事のあのこちらの有志連合というのがあって、かなりあの課題感とか現状認識についても似ているのではないかと思うんですけど、こちらとの連携などというのは考えていらっしゃるんでしょうか？はい、えっ、ー、ともちろん、あの知事会。 は今あの代表が村井知事かと思うんですが、あの村井知事とはお話をしていて適宜このメイヤーズ連合と知事連合の間での意見交換をしようというお話はしています。ただもちろんあの市の基礎自治体同じ自治体と言ってもですね、あの県は B2B でだいたい我々自治基礎自治体というのは B2C なんですね。 ですからやはり普段から持っている課題感にしろ、もろもろっていうのは、やはり少しすれ違いっていうのももちろんあるわけですし、向こうはまた知事の数からいっても、半分ぐらいの知事も入っていらっしゃるっていうようなことなので、それぞれ活動はしますが、しっかり連携はしていきたいと思っていますありがとうございました他にございますでしょうか。 あの新潟日報の鶴巻と申します、あの桑原町長にあの質問なんですけれども、えー、今回、このおメイヤーズ連合に参加した理由と、えー、それからこの活動の中で特に力を入れていきたい部分、さっき女性活躍とかありましたけども、まあ、津南だと、えー、人口減少とか、中山間地とか、雪とかと、まああの、独特な課題を抱えてらっしゃると思いますがあの、特に力を入れたいところを教えていただけますか。はい 私は、令和臨調の本体の第3部会の国土構想の議論の中で、人口減少下において、どのように住民の生活サービスを成り立たせていくかですとか、少子化に、に高齢化に対応していくかですとか、そういったことについて議論しておりまして、そういったことについても議論を深めたいと思っておりますし、 またさらに、このたび女性首長の集まりもこの中でできていくのかなと思いますのでぜひ女性活躍の身近なロールモデルが全国的に増加するようクオータ制の導入ですとかですねそういったことも含めて思い切った提言ができるように活動してまいりたいと思っております。 もう一つ聞かせてください、まあ、あのそういった議論とか、ですねあの、いろんな首長さんたちとの,あの、まあ、人間関係というか、つながりをですね、まあ、あの津南町およびその新潟県というか、まあ、地元の方でどのように生かしていきたいかということを聞かせてください。はい。 さまざまなあのところであの全国の先進的な事例に取り組んでおられる首長さん方の集まりですのでそうした取り組みを当庁でも活かせないかなどいろいろなことが考えられるかと思っておりますので勉強してまいりたいと思っております。ありがとうございました列目の えとテレビの鈴木です。す。今日はありがとうございますあの高島代表にお伺いしたいんですが、まあ、あのこのあと統一地方選もあるわけで、えー、と提言を出されるタイミングあの、まあ、狙いとして例えばど,どのくらいの時期にどのような形で出されたいのかっていうのを、まあ、選挙絡みってことは多分なくなってくると思うんですけどあのい教えていただきたいのとあと長谷部区長にですね まあこの中であのダイバーシティというような言葉もあるんですけどまあ今、国会で LGBT 法案についてまああの検討が国会というかまあ党の方でですねされているわけなんですけどこちらの今の動きについてあのどのようなことをお考えなのか教えていただけますでしょうかでは私の方からお話しさせていただきます。えっと まあ、統一地方選挙がまもなく控えておりますけれども、具体的にそのこの統一地方選挙の4月までに、何か統一的なあの要望活動をするというようなことは現時点で考えていないんですね、でまあ、むしろ、まあ、そのなんていうか、もういろんなことが要するに、その今、もう働き方も生き方もいろんな前提が変わってきているのに、昔からやっぱりこの国自体は前提が変わってないんですよ、戦後。 でいろんな不具合の一番そのなんていうかギャップを感じるのは私たち市民に一番近い基礎自治体だと思っているんですねでやっぱこういったことってこれまでもやっぱいろんな形で提言はあの正規ルートというかいわゆるその市長会等でも上げてきているんですがやっぱりなかなか変わっていかない部分にものすごくやっぱ歯がゆさを覚えていますそれはコロナ禍にしてもですね緊急事態宣言出すのは国なのか県なのかとかですね でも実際の情報を持っている保健所はの設置士が持っているとかもういろんな統治にしてもあのいろんなことがやっぱりこう変わってきているのにアップデートされないことに対してやっぱりあの歯がゆい思いってみんなすごく持っているんですそこであの自主的にいろんなあの有志の首長の集まりでいろんな活動をしたりだとかあの諸々あのそれぞれで動いてきていると思うんですが今回のその メイヤーズ連合っていうのは一つその令和臨庁との連携っていうところが他とは違う特徴なのでこうした労働界それから経済界それから有識者の皆さんも巻き込んでいきながら我々の普段の課題感っていうのをぜひ一緒に共有してもらってそしてその大きくこれをやっぱり議論を喚起して、まあ、国を動かしていくそしてまた我々も主体としてあのチャレンジをしていくそういう前提がここでできればなと思うのでできれば その単に国に要望してということであればあの普段とそう変わらなくなってしまうのでそれだけではなくてあのぜひ、あのそうしたその他の主体の皆さんを巻き込んで国民運動にまでしてやっぱりしっかり国でも議論できるようなその前提作りになるようなです、ね、動きというのもこの会の中でできればいいなというふうふに考えています。また、えっと、このの令和臨庁自体が3年およそ3年弱ぐらいのイメージで 活動機関を考えていますので、当然私たちもそ,のそうしたことも念頭に置きながら、適宜、こうした動き、アクションというのは起こしていこうというふうに思っています、はい、では、部さんお願いします、はいまあ、あの多様性について、まあ、今の政府の、まあ、どう感じるかということと、まあ、ここでの、失礼しました、えー、このメーヤーズ連合での取り組みということですけれども。 当然その LGBTQ に関しての対応で言えばまあ多くのここに参加している多分あの市町村ですよね市区町村かうちも入れてですけどもだいぶパートナーシップ証明書を発行したり何かしらの対応しているところが多いと思いますで実際まあ地方自治体のまあだいぶ多くがですね多,分多分人口でいうと半分は超えたっていうふうに確か前見ましたけどもまあそういったところまで今来ています。なのでまあ 本音といえばこの自治体地方自治体でどうこうっというよりはですねもう国の方で同性婚を早くこう、まあ、認めて、まあ、それが施行されるようにしてほしいなというのが、まあ、常々思っていることですし、まあ、そこの思いは変わらないですねなのでまあ当然市区町村、この明安連合の中でも、まあ、そういう機会があれば当然一番最初に、えー、パートナーシップ証明書を発行した自治体として、まあ、知見だったり、えー、必要な情報というのは、まあ、ここでも共有したいなとは思っています。 繰り返しになりますけどその政府については、まあ、早く同性婚を認めてもらった方が、えー、いいというふうにあの、それは常々思っていることです、はい、他にございますでしょうか、4列目の男性の方にお願いします、えー、時事通信の解説委員の小林と申します。えー えーとまずあのえー大きく2つ伺いたいんですけどもまずはあの高島市長に伺いますあの先ほどの挨拶される中でですね市街化調整区域の在り方ということに言及されましたこれはあのインフラがですね老朽化する中であの住民が住めるエリアをまあ縮小するというかまあよく言えばまあコンパクトシティですけれどもどこかの時点で えー、撤退戦をしなければいけないとこういうご認識から出た言葉なのかどうかということを実はこれも一つじゃないんですね、一つは今おっしゃったように、まあ、まさに撤退戦をしていかなくてはいけない人口減少化におけるということですからこうしたことも考えていかなくちゃいけないしその 例えば災害っていうことがどんどん激甚化をしてきている雨の降り方が激しくなってくるこれは温暖化に伴ってますますこの傾向は強まるだろうということが想定されているわけですねそうなった時に毎回その作って直して壊して壊れてっていうことを繰り返すわけにもいかないという中でどこに住まなければいけないのかっていうようなこともですね 自由ということだけでいいのかということも議論しなければいけないという、まあ、こういった視点からすれば今ご指摘いただいたようなことの話になろうかと思いますで一方でその今度はえと農地、良質な農,農地を守っていくというような観点でいくとです、ね、実際、今もう虫食い状態になっていて中途半端な開発が進んでしまっていて で一方で、えー、その利便を良くするためにその農地法というようなところだとかこういうものが邪魔をしていてなかなかその思うようなことができないという,ようなそういった側面もあるのでこれはそのエリアエリアによって同じ市街化調整区域でもいろんなその場所によって、えー、これは最適化の方,法が方向性が違うということもあるわけですね。 ですから、まあ、こうしたことも踏まえて、もちろんこれからの災害の激甚化にも備えなければいけないという視点もあるし、一方でその農地法というようなところとかも含めて、まあ、そもそもの前提が人口が増えていくとかですね、いうところにできたさまざまなこの県に限ら,限らず、いろんな制度がやっぱり当時、高度成長期にできているからですね。 あのそうしたものを経て今、人口減少社会になっていく中で、さまざまな前提が変わってくる中で、起きてくる不具合を今、最適化しなければいけないというところが、そもそもの原点であって、その一つの事例として出てきたのが国土の在り方ということになって、その中に市街化調整区域というところも入っているということになります。 ありがとうございますあの、えー、次はあの人、あのまあ、どなたかあのぜひ私がお答えたいという方にお答えいただきたいんですけども、あの総人口が減る中で,です、ね、東京の人口は増えています、あのまあ、コロナ、コロナ禍の一域を除けば東、地方から東京県、えー、特に1都3県ですね、えー、の人口流入がまあ止まらない状態であります。 でこれを良しとしないという前提で伺うんですけどあの、まあ、なぜですねその、えー、地方の若い方特に若い方がこぞって、えー、東京圏に、えー、行ってしまうのかでどうしたらこれをです、ね、こ,のこうした動きを逆転できるのかあーということについてあのご,ご意見、えー、持ってる方に、えー、お答えいただきたいと思います。 <laughs> じゃあこの中で東京から一番遠いということで熊本の方からお答えさせていただきますけれどもやはり私は今前提として東京一極集中は良しとしないというようなお話を記者さんにされましたけれども必ずしも東京に一旦来ることに関しては私はそんなに否定的ではありません例えば地方都市からいろいろな経験をしようと思って 大学学を進学するあるいは就職をするという時に若い世代私もそうですけれどもやっぱり東京に出ていくとか大都市に出ていくということでいろんなチャンスをあるいはいろんな経験をしていくということに関しては私は否定されるべきものではないというふうに思っているんですただ問題はその後にずっと東京に定着するあるいはの他の都市にこうまあ今は随分移住をしようというようなことが 出てきてきますけれどもまだまだそれはこのコロナ禍の中で少しずつそういう価値観の、まあ、変化があったりあるいはリモート環境が整ったりということで変わってきてますからその方がは見えるんですけれどもしかしまだそこまでこう何て言うかな地方にこう 移転をしようあるいは移住しようという環境まではまだ整っていませんでそういう時にこの社会システムの在り方がですね例えば東京にいてもあるいはこの地方にいてもですねある程度変わらないさっき私少し申し上げましたけれども国や自治体も含めて社会として 不安にならないようなこの社会システムがちゃんとあるかどうかだと私は思っているんですそういう意味では成熟した地域社会をどうやって構築していくかというのがこれからの日本の国土形成を考えていく上で非常に私は重要だというふうに思っていますですので今これといった甲斐があるわけではありませんただ全てを否定してあるいは海外に出ていくことが悪いのかといとそんなことはないわけであるわけですよね。ただ少なく 人がもっと流動化をしてです、ね、そして、えー、ある意味では東京にいろいろ集中しているリソースあるいは人材も含めてですけどそういったものが、えー、地方の都市でもある程度のおなんていうかな、あのー、こうまあ点在をしながら、えー、国全体の発展につながっていくような、えー、構造を考えていく。そそしてその時に えこれは都市もアップデートしなきゃいけないんでしょうけれども地方ももっとアップデートしていかなきゃいけない、えー、その時にあの、えー、この前地域おこし協力隊の方が、えー、あれ動画でバズってましたよね田舎に行ったらすごい閉鎖的でこんなはずじゃなかったと。 でやめちゃったみたいな話があるんですけれども必ずしもそういうことばかりでは私はないと思うんですねそれはもうやっぱりミスマッチが非常に起こっているっていうことがあるのでここをマッチングさせるとかなり実は熊本も今移住が非常に増えているというような状況がありますのでやっぱりこういったところをこの、えー、例えば、えー、まあ福岡市もそうですし熊本と福岡市なんてもう新幹線30分ですからね。 もう本当にあのあのスターバックスのトールを買っちゃったらあの飲み干せない距離感になっちゃったんですよね。で例えばそういう福岡との、まあ、都市も福岡と熊本でも都市間競争っていう。 こととででもなないいんじゃないですかとやっぱり強調していくというのはどうしたらいいのかその時にこの都市同士の連携がやはりそういうそれ以外の今人口が減少している熊本県内でも熊本市内に集中するというような現状が起こっている中でですねそれでこのエリア全体それぞれの地域全体をどのようにやっぱりその不安のない地域社会にしていくのか。 ここが多分ポイントにななっっててくるんだだろうなと思ってますだからそういうことを皆さん、それこそ今、雪が3メーターもある津南町とですね、もう3メーターないですか、溶けてる、<laughs> 1メーターちょっととっいうことですけど、私はもうほぼ熊本市だと今、今日ぐらいだと、えー、ジャケットはいらないぐらいの気候になっている。 こんなな多様なこの日本のの国土の中で,ですねどこに立ってやっぱり安心して暮らせるそういう環境地域社会をつくるためにどういう答えを出していくのかそれをこの令和臨庁のメンバーの皆さんと共にですね探っていきたいというふうに思いますしそうした提言それもスピーディーにいろいろ変えられるところはどんどんやっていこうよというようなですねそういった形をつくっていきたいなというふうに思っています。 すみません,なんかあんまり答えになっていないと少しだけあの、えーっとえー、もうちょっと詳しく教えてほしいのはその不安にならない社会システムとおっしゃいましたけれどもこれっていうのはあれですか地方都市地方であってもその長くあの、えー、働き続けてそしてそのあ収入もです、ね、そこそこ見通せると、まあ、そういったことを念頭に置いての。 安心すそうですねやっぱりそれはですねその社会保障のいろいろなシステムというのが1つまずあると思いますねだからそれは子育て世帯の方もそうですし高齢者の皆さんもやっぱり不安にならないかどうかというのは非常に重要だと思っていますでそういう意味ではこの令和臨っというのはやっぱり労働界や経済界の皆さんがいらっしゃるということが非常にあのいろんな解決策を出していくのには非常に有効だというふうに思っています。でまあ、あ,のある意味でやっぱり 今、ですねやっぱ子育て支援策を各地で競争のようにやってます私も今、議案出して子どもの医療費高校3年生まで拡充ということでですね今、議案を出して今議会で審議していただいているところなんですけれども例えばこういうことだって先ほどお話ありましたようにナショナルミニマムで保障されていればですねどこの地域であろうがですねそういった不安 そうしますと例えば移住するというハードルは少なくとも減っていく例えば教育水準にしたってそうですけれどもやっぱどこにいたって今リモートでのいろんな教育も受けられるあるいは多様な教育が受けられるような環境がある程度テクノロジーの進化もあってできていく中でですね っったってある程度の,この学習の保障公教育の中でもできるということになればそれはこの不安が相当払拭されるとそうなりますとやはり子育て世帯の皆さんもあるいは多様な考え方の皆さんがですねそういう、まあ、東京だけという あるいは大都市圏だけじゃないと不便だよねとか不安だよねということにはつながらないかなと思います一方で大都市特有のです、ねまあ、非常にもう待機児童問題であるとかいろいろな課題に対してもやっぱりそれは処方箋を早く打っていかなければいけない、まあ、こういうことがまあまあもう一回国土をリバランスしていくということが非常に重要になっていくのかなというふうには思っていますけれども。はい、ありがとうございました それでは、次の質問で最後とさせていただきます。ええ、まあ、せっかく出てるけど、もう、どうぞ、みんなしてください。はい、では、二列目の女性の方、お願いします。東京新聞の市川と申します。よろしくお願いします。あの、えー、っと、桑原町長にお伺いします。えー、女性の議員の、あの。 をを増やしししたたいいいととうこおっっゃてまが確認なんですけれどもあの明治連合の中で今21名のうちの女性の方は余命という理解でよろしかったでしょうかでこの件につきましてあの現在21名と、まあ、少ないとあの割合としては少ないと思いますがあのもう少し今の課題を低減するためにも増やしていくことをお考えでしょうかということをお伺いします。はい ありがとうございますあの発足時、先ほど申し上げましたメンバー、女性4人となりますけれども、この輪をぜひ広げてまいりたいと思っております。え女性にまつわる課題、さまざまあると思っておりまして、今、議論されているのが女性の所得向上ですよね。え多くのところで女性が 所得が200万未満だという割合があのかなり高,く高いと、当庁で言えば高齢化が進んでいることもありますが、85%ぐらいとなります。そうした課題、また、えー、家庭や地域社会で男性も活躍できる機運づくり、えー、そして、えー、あらゆる政策、また企業、経済活動における ダイバーシティ女性視点の導入の加速などいろいろな課題があると思っておりますのでぜひ輪を広げていきながらあの動きを出していければと思っております。関連ですみません。あのえー、と山田 主に確認あの関連というか追加でお伺いしたいんですけれども、臨床としてあの基礎自治体の市長の方々の参加が必要だというふうにおっしゃっておられましたが、もう一度、どういった点であの首長さんたちの参加がなぜ必要なのか、それをあのま間もなくまとめる提言で、この今回4つのテーマを挙げられましたが、国としては子育てとかですね、あの特に。あの 議論が今、集中しておりましたが、ますが、それも含めて今回、子育てにあの注力して、こちらの方も提言をまとめるのかなど、お考えがありましたら、狙いいをお聞かせください、はい、今、私ども、中間報告をまとめて、そこから最終報告へ持っていく道筋を作っているところですけれども、その中で一番大切なのは、非常に人口減少時代に入って、多様性を考えていかなければならない。 地域、そして男女、または年齢も含めて、多様な時代に入ってきております。その時に、やはり、一番現場に問題はありますし、現場に矛盾は生じてくる。こうした現場感覚を持った方々と議論をすることによって、あの、令和林町のメンバーもですね、 え見ていくとやはり東京が多いということもありますので、えー、単に気上の話ではなくて本当に地に足のついた議論をしていくためにもです、ね、こうした現場で今汗を毎日かいてらっしゃる首長さんとの話は必要であるそしてそれを踏まえた形で令和臨調としても具体的な事例ですとか今後の解決方策について中間報告から最終報告へ議論をしていくことによって 提言、えー、活動を充実させていきたいというふうに考えているところですあの子育ても大変大きな問題だと思っておりまして、えー、私どもの特に国土構想の部会においてまず人口減少をどう捉えるかということについて、まあ、人口減少を2つ捉え方がありまして1つはやはり子ども・子育て対策をして安定的な 国づくりをどうやっていくのかが大きな課題である。ただ、子ども子育て対策だけで、今の人口減少問題に全て対応できるとも考えておりませんので、じゃあ人口減少に合った社会システムの在り方や地域の在り方、こうしたものを考えていく、まさにそれが首長さんと一番大きな問題として話し合えるんじゃないかなというふうに考えている次第でありますので、子ども子育て対策についてもですね、 具体的な意見交換をしていけたらというふうに考えているところですちょっとついでに私からも話しますとねあの例えばあのもちろん国の方も今子育て施策一生懸命考えてますよとで例えばこれこれの予算を増やしましょうとかこういう金額を少し増やしましょうとか、まあ、こういう議論していると思うんですけど例えばその 我々現場にててて今不登校って例ええば増えてるわけですよねでそうするとさっきあの冒頭にお話ししましたけれどもこの不登校の子いろいろ調べてみるといろんな原因があったりとかその発達障害があったりでも例えば今の文科省の方針っていうのは基本的にはあの不登校になったら学校に戻ってくるっていうことが前提になってるわけですねでも本当に戻ってこなきゃいけないのかどうか例えばフリースクールだとかこういったものっていうのもも,もちろん もう一つの選択肢であるんですがこれってそのフリースクールみたいなものは今国の中で特に位置づけを明確に定義づけされているわけでもないしでこういったものを作って受け皿にしようと思ってもそれの国の補助メニューがあるわけでもないからそもそもその発想自体をやっぱ大きく変えていかなくちゃいけなくてこういうような類の,そのレイヤーの話ってなかなか視聴会があるからといってそこからこういった話がこう。 すっと上に上がっていくかっていうとなかなかそうもいかないしまた単純にそうした中でこう分厚い冊子の中にすっと入り込んでいても現状の前提を変えるような議論ってなかなかならないんですよね。でそうしたようなものをあの私たちの親するに機動性のあるぐらいのメンバーの中であの民間の皆さんですとか 臨床の他の影響力のある皆さんとも一緒にこうした課題を共有することによってそ,のそもそもの考え方だとかでこれは自治体としてできることあと民間の役割としてやっていくことそれから政府にお願いしたいことこういった役割分担をしながらですねあの新たな枠組みを作っていこう今のリアルにマッチした最適化されたような形を模索していこうっていうようなことができるんじゃないかと思っていて。 ですから同じ子育てっていうふうに言ってもその中でもなかなか政府の議論にもなかなか自治体だけの議論にも市長会にも上ってこないようなものもあるんですよ。でそうしたものをぜひやっていきたいこれは実はつくば市の五十嵐市長があのこれは先日の意見交換の時に非常に先進的に取り組んでいらっしゃるのであの課題の提案をしていただいてこういったことをよしじゃあ こ,れこの我々が集まった中で何をしていくかというときに、特にそういうちょうどそのなんていうか、あの隙間にスポット埋まってしまって、なかなかメインのテーマに上ってきていないようなものをあえてピックアップしてやっていこうよっていうようなこと、まあ、そんな議論になっているので、まあ、特にそんなポイントを狙ってです、ね、せっかく活動するんで、他とかぶっていないようなところをしっかりこう議論の素上に挙げていきたいなと思っていますが。井上さん,なんかちょっと 補足ああればお願いいいしまますすはい、ありがとうございますあのほぼ言い尽くしていただきましたけれども、まあ、例えばですけれども、えー、障害のある子どもが放課後行く場所というのは、これはもう国の制度でですね、放課後デイという居場所があって、非常に今、あの日本全国で民間の事業者が、この放課後デイを立ち上げてですね運営をしています。でえー、これは 法律に基づいて、えー、その事業者に対して、えー、国が5割都道府県が4分の1、えー、市町村が4分の1という形で、まあ、給付金、まあ、補助金を出しているので運営がしっかりできるんですね。でつくば市でいうと例えば来年度の予算でいうと放課後デイという事業だけで、えー、10億円ほど使うことになりますけれどもそれに対して 学校が開いている時間の今高島市長からご紹介のあったフリースクールに対しては基本的にはメニューが本当に欠落しているんです、ね、ですので日中不登校の子がどこかに行こうと思うとフリースクールとしてですね月,月謝が3万円とか4万円とか5万円とかそういうふうに払わなくてはいけないそうじゃないと事業者側もう運営ができないという状況になっています。そういういもものも例えば 障害者の方では障害者自立支援法であるとか児童福祉法とかそういう法の枠組みがあって国県市の市町村市区町村のです、ね、役割分担が決まっているように不登校についても国県市区町村の役割分担というのを定めて制度化していくということを本当に今の段階で開始していかないと。 えー、もうどんどん増えていっている状況で、えー、私としてはもう危機的な状況にあると思っています。そして合わせてですねそうならない対策、まあ、その未然にですねあの不登校自体が別に悪いということではないんですけれども学校現場でもおケアをするために例えばスクールソーシャルワーカーをもっと増やすとかスクールカウンセラーを増やすとか、えー、校内フリースクールを配置するとか、えー、そういうこともこれも 今はほぼ市,町,市区町村に任されている状況ですけれどもとても自治体の独自予算でやりきれるものではありませんのでつくば市では今申し上げたようなメニューを作って来年度予算でいうと2億数千万円の予算を用意していますが先ほどお話しした障害福祉の予算と比べてもその放課後データだけ比べても分かるようにまだまだ小さいですただあの自治体としてはやっぱりもうかなりそれでもつくば市のレベルでは頑張って出しているというようなことがありますので。 それを全国的な課題として捉えてです、ね、制度化をしていくということを、このメーアーズ連合の皆さんや、やはり経済界の皆さんだったりですね、産業界、そしてアカデミアの皆さんともきちんと議論をして、なぜそれをしなくちゃいけないんだということも含めて、共有をすることができればいいなというふうに思っております4列目の方。 すいません日本本経済新聞の杉本と申しますあの高島市長に1点だけお伺いしたいんですけれども、まあ、あの今ある市長会とか町村会とかと違ってです、ね、あの今回のメイヤーズ連合にはすごくあの幅広い規模の,その基礎自治体さんが参加されるわけなんですけれども一方であの各自治体が抱えている課題って、まあ、特に例えば国土ですとか、まあ、財政の問題ですとかだいぶその置かれた環境によって意見が異なる部分はあるかと思うんですけれども。 そういったところで、ま理、あ、論を取りまとめることの難しさっていうのも出てくるかなと思います。で、今回新しいこういった団体まあ、あの議論の場ができることへのまあ、期待感と逆に今申し上げたような課題感。今お考えのものがあればお願いします。はい、ありがとうございます。あのまとめなくていいかなと思っていて、それこそ市長会みたいなあのものになってくると、そのじゃ1700自治体のあの例えば。 最大公約数を探しましょうって言っても結局、すごいこう小さなものにやっぱなってしまうしあのそういった意味ではあのここは規模感も違うでもあの現場に直面しながらあのチャレンジングに取り組んでいる自治体の首長が集まっていると思っていますのであの一緒にできる部分についてはどんどんやっていけばいいしもちろんあの あの単純に都市の規模感というところで、ですねあの課題感が違うのは当然だと思うので、そこはあの任意の有志の集まりだからこそ,その、あまり一つのことに修練されるということにとらわれずに、どんどんその課題意識というところは、まああの、できるところからやっていけばいいかなと思うし、あのさっき言ったようなあの、経済界、産業界、有識者のへの議論のと一緒に議論を喚起して、国民運動にしていくということもあるし、政府に言うこともあろうし、 また、さっきのちょっとフリースクールの話してましたけどじゃあ,あの、フリースクールの中でも例えばメタバースであれば別に場所関係なくあの1校あればみんな通えるやねとじゃあ、渋谷と熊本と福岡でまずやるかみたいなこういうその自治体だけの取り組みみたいなこともできるよねなんてことはあの控室でいろいろこうお話をしているようなことなのでもうあのできることをもっとにくどんどんやっていくということで。 あのやっぱり国を変えていく今の国の在り方を変えていくってあのいずれにしても簡単でないことは分かってますし今までもいろんな形で、ね、政府の有識者会議だとかいろんなものにも参加をしてあの頑張ってきてはいますが重たいものは重たいしやっぱり本当に動かないなってあのいうこともありますけどでも、やっぱりこういうのどんどんいろんな形いろんな角度から打ち続けていってやっぱり日本はアップデートしないとこのままじゃ日本は発展途上国になってしまうっていう。 ような危機感はやっぱり持っているので、そこはやっぱり今の日本のをやっぱりしっかりアップデートして、持続可能な形でアップデートしながら、あの次の世代に日本を引き渡していけるようにあの、とにかくいろいろ行動できるところからどんどん行動していきたいなとは思っていまますすありがとううございいよろしいでしでょうかありがとうございました。